どうも、かいりんです。本日は JR 上野駅に来ています。今日はね、ゴールデンウィークということで、臨時列車がね、こんな世の中でも運転されているわけなんですね。その中でも、足利大藤祭り号というものがあります。昨年はね、コロナの影響で運休してしまったんですけど、今年は、なんとか運転してくれました。使用車両が185系6両編成、定期運用を、3月で撤退をした185系が使用される臨時列車、足利大藤祭り、1号、2号、3号、4号とあります。今回はですね、その足利大藤祭り1号、上野始発の桐生行きに乗っていきたいと思います。足利フラワーパークではね、藤の花が見頃を迎えております。それの、その足利フラワーパークへのアクセスのための、列車、竹脚輪ですね。一時はね、運行どうなのかと思ったんですけど、なんとかね、運転をしてくれるみたいです。しかもね、185系にね、乗れるっていうのは、なかなかいいかなと思います。で、なんで下で取らないかっていうとね、多分やっぱ185系を使うんでね、結構座席の方も埋まり具合もうんって感じなんですよね。結構埋まってる感じなんで、結構ね、撮影してる人も多いのではないかなと思うので、ちょっとね、距離を空けて、全く関係ない常磐線の方で撮ってたんですけど、すでにあそこに人だかりができて、まもなく185系の方入線してくるとは思うんですけど、この上野駅地形ホームにね、185系が入るっていうのは、なかなかね、珍しいことですよね。アビコ取り子の送り込みとか、ライナーの返却とかでよく入ってたところでございますけど、上野発の185系なかなかいいですよね。で、今回のね、見どころを早速お伝えしておくと、個人的ハイライトは上野から大宮の間だと思います。上野大宮間ね、ここは踊り子号としてのね、運用も、なかったところですよね。で、ちょうど今、アビコ踊り子とかもなかったし、そうなんだよね。だから結局、全然丸2年間ぐらい運転がなかったんですね。185系乗れる列車として。団体とかを除いたらね。それを考えると、1年ぶり、2年ぶりぐらいに人を乗せて大宮、上野間を走ると。足利フラワーパーク秋ぐらいのね、やつで、185系運転されたんですけど、夜に。なんだけど、それもね、確か、大宮始発だったんですね。大宮始発、大宮終着だったんで、上野大宮間走ってないと。この上野大宮間で185系に乗れるっていうのはね、一番面白いんじゃないかな。両毛線自体の入線は半年ぶりですね。足利大藤祭り号全列車185系で運転なんですが、1号、2号、3号、4号と、あるわけですね。1号が上野始発の桐生行き、2号が、戻りですね、桐生発上野行き、3号が大船始発の桐生行き、4号が桐生始発の大船行きという感じで、ね、なってまして、本日上野から185系を使った臨時列車、そして、両毛線方面に入る臨時列車2本出るということになっています。また本日両毛線内さらに臨時列車がありまして、足利大藤祭り5号、6号というものがあります。こちらリゾート山乗りで使用されているいわきから来る、常磐線から来る列車ですね。それも、一応あるということになっています。今回はね、両毛線が、1年で一番、いろんなね、電車が来る日と言っても過言ではないかもしれません。今日ってこのゴールデンウィークですね。幕は臨時列車。特にはね、快速気流の幕があるんで、使ってくれたら嬉しいんですけど、どうでしょうか。ワンチャン使ってくれるかもしれないな。臨時快速だって1回で終わるんだけど、くるくる回ってるってことは、ワンチャンこれ快速気流あるんじゃないか。これはまずい。これはあ、でもこれあるかもしれないぞ。これね、確かこの後4号線方面入ってくるんだよな。あ、違ったわ。嘘でしょ。マジか。マジか、快速気流使ってくれた。有能です。桐生行き6両、前に、ね、8時7分いるんですけど、これはね、
残念抜かさないんです。さっきの臨時快速は何だったでしょうかね。あ、臨時快速切りは何だったでしょうか。久しぶりの185系、この窮屈さもね、この車内の雰囲気も、すべてが1ヶ月前と変わらぬ帰ってきてくれました。この列車でお客様
様に安心してご利用いただけるよう、空調装置による換気や肘掛け、テーブル、窓枠などの車内消毒を実施しております。また車内混み合っているため座席の回転などは行わないようお願いいたします。感染症対策にご協力をお願いいたします。ご乗車ありがとうございます。足利大橋祭り1号気流行きです。ではこの列車には車内販売はございません。あらかじめご了承ください。次は赤羽です。
線、京浜東北線、埼京線、高崎線、三和線からがお乗り換えです。お降りの際、お忘れ物、お年物、なさいませんよう気をつけください。まもなく大宮、大宮です。七番線到着、お出口は右側です。
ありがとうございます。次はクッキー、クッキーです。乗車券の他に指定席券必要となります。お待ちでないお客様はご乗車いただけません。ご注意ください。お客様にお願いいたします。車内は電車両禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話、スマートフォンをご利用のお客様、マナーボードに設定の上通話はお控えください。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。携帯電話ご使用の通話の際はデッキをご使用ください。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませぬようデッキをご利用ください。 Please move to the areas at the end は足場が大藤祭り地方を利用行きです。まもなく小山で島小山小山に到着です。小山でしばらく停車をいたします。小山の発車9時35分の発車です。なお小山駅ではドアは開きませんのでご注意ください。発車までしばらくお待ちください。次の停車駅は両門線足利フラワーパークです。Thank you.
が出ました。次はね、キリュウに着きます。
忘れ物、落とし物をなさいませんようご注意ください。3番線に着きます。出口は左側です。1時から普通電車の高崎行きは3番線11時24分です。新しい渡良瀬渓谷鉄道松井大場の行きは1番線10時59分、その後の松尾行き1番線11時27分です。階段降りてお乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。終点不良です。3番線と鉄道で一番左側です。臨時快速は下が大栗祭り1号をご利用いただきましてありがとうございました。終点の桐生です。終点の桐生に着きました。やっぱり下神殿のね留置線の方に、列車は帰っていきました。足利大藤祭り号はねゴールデンウィーク期間中、5日までですかね運転しておりますので、まあ、こんな、シーズンでありますけど、まあ、一足おけがねまた次いつ、まあ、両毛方面こっちの方の臨時列車に入るかどうか分かりませんし、まあねまあ、これも年に一回しかない、ので、まあもしかしたらね、もう来年はもう、一足五系じゃないかもしれませんから、まあ興味ある方はね、乗っておいた方がね、いいかもしれません。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。